アモ川は、鹿児島県中央部を流れる二級河川である。鹿児島県有水町の国見学南麓に発し、投流して、横川町横川付近により南流する。落差約5メートルの小田の滝を経て、牧園町川津原付近までは、比較的平坦だが、牧園町真込付近より、新川渓谷と呼ばれる渓谷に入りさらに南流する。早戸町湯田付近より再び平坦な流れとなり、 早や町尾登山を南流し鹿児島湾に注ぐ。また、早や町名県付近から、宮内原用水が分岐し、鹿児島神宮を経由し、早や町尾登山を、はじめや、阿も川西側一帯の谷に今も供給し続けている。流域の自治体は、鹿児島県、湧水町及び、霧島市横川町、霧島市巻園町、霧島市はや町。上流部には、山瀬宮、 川瀬見、中流部には、アユも多く生息し、下流部の野口橋付近には、小鷺や大鷺が多く生息する。川口部の干潟には、多数の生物が生息しており鷺やカモが多く見られる。三国名称税によれば、アモリ川の名称はその水源が、天村降臨説話において、天村天皇の地とされる、霧島山にあることに由来する。しかしながら、江戸時代において、 天守川という名称は一般的ではなく上流部から中流部にかけては金山川または安楽川、下流部は大津川または広瀬川と呼ばれていた。江戸時代初期以前の河口は現在の川口より約 2km 東方にあり、現在霧島市の中心市街地となっている地域は海へと続く河道あるいは湿地帯であった。下流部は大雨によって しばしば洪水が発生したことから、江戸時代初期の漢文元年、薩摩藩藩主、島津光久によって大規模な流路変更工事の命令が下され、翌年から約4年間をかけて、現在の河口に至る放水路が開作された。この時、大地の下にトンネルを掘削し地下に水を通して、土砂を海まで押し流す工法が使われた。工事後は新たに改作された稼働にちなみ下流部。 中流部とも新川と呼ばれるようになった。あも川の名称は、昭和16年、当時の牧園町長長が、鹿児島県知事に請願したことによって復活し、現在に至っている。あも川の千癒湯量霧島市、早戸塚付近の宮内原用水路新川橋より、北野口橋より、南下流より、記載霧島市広報校長下辺、広報霧島ボリューム71霧島市。 2009年2月、ありがとうございます。